皆さんこんにちは。今日も漢字を少し勉強したいと思います。前と同じで、家とか部屋の漢字を勉強します。部屋の漢字をまだ勉強していないですね。だから今日まず初めに部屋の漢字を勉強しましょう。部屋は部屋ですね。部屋です。ちょっと難しいですけど、これはここちょっとなんかこうお店の感じのね、ちょっと似てます。お店の感じのこことここがちょっと似てますね。だからここはここにこう人が置いて、ちょっと家みたいな感じですね。家、家のここが家の中ですね。ここが家の中です。はい。じゃあ1,2,3をちょっとやりますね。1,2,3は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 矢は1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 です。はい。ちょっと難しい感じなので、これよく練習してください。部屋がどんな部屋がありますか。前の授業では、台所とかね、そういう言葉を勉強しましたね。お手洗いとか。今日は、例えばじゃあ車庫ですね。車庫は車を止めますね。だからまず車が、漢字が分かります。車の漢字、車はこれ車ですね。車はなんかこう車ですね。これは車ですね。で、車とあとここさっきのお店と同じようなね、お店ここが同じです。同じ。これに中にもう一回こう車の漢字を書きます。車の漢字ね。これで車、この時は車が車という。車庫、これで車庫ですね。車を止めるところなので、これは車庫です。はい。1,2,3 は、1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 庫は 1,2,3 あとは同じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、これで車庫。はい。いいですか。はい。はい。今度は、例えば皆さん、書斎は皆さん覚えてます。書斎は何をする部屋ですか。一つはこれですね。はい、これです。本を読みますね。本を読む部屋です。書斎はたくさん本がありましたね。で、本を読みます。じゃあ本は1,2,3,4,5 読みますは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ね。はい。読みますも、これ、ここは、これは何ですか？これは、言いますですね。言います。例えば、何と、この部屋は何と言いますか？その部屋は、書斎と言いますね。この何と言いますかの、これ同じです、ここね。これは本を読みます。はい、あとは、例えば、勉強をしますね。勉強。この勉強の漢字がちょっと難しいですね。勉強の漢字、皆さん勉強の漢字を勉強したことはありますかね。まだ勉強してないですか。
じゃその勉強の漢字をちょっとね勉強しますね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが弁ですね。弁。今日は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。まあ、ちょっとあの勉強の漢字はとても難しいですね。何回もノートに書いて、まあ、30回ぐらい書けば、まあ、覚えるので、まあ、あのよく勉強してくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ですね。はい。まあちょっと難しいですね。ここは、あ、この漢字は何か分かりますか？これは？これは、力ですね。力、パワー。力、あ、ここにこう人があって、こういう感じで。これ力ですね。だからこの勉強は何とかこう力でうーんってしてこう勉強します、ね。でこれはこれあるの？強い強い。だから勉強は何かこう力をうーんってやってそしてこうあと頭が強くなりますね。だからこれが勉強です。はい、で、じゃあいいですか、まあ、この書斎では本を読みます、勉強します、はい、あとは何します、もう一つは仕事をしますね、仕事。仕事もこれはちょっと難しいけど、これは必ず覚えてくださいね、この仕事の感じ。仕事は、はい、これが詩ですね、詩。ごと、まあ、詩は簡単だけど、ごとがちょっと難しいですね。ごとはこれと似てますね、これと少し。これは分かりますか？これは書きますね。これとごとはちょっと、ね、このこと、まあ、ごと。これは少しこう似ていますね、この感じが。はい、まあ、両方ともちょっと難しいですけどね。はい、じゃあこの仕事の詞は、1、2、3、4、5。はい、5とは、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。これが最後ですね。これが最後です。はい、いいですか。じゃあこのまあ勉強と仕事の漢字はちょっと難しいですから、まあ、よくノートに書いて覚えてください。はい、いいですか。はい、で、あとは、で皆さん、この和室ね、和室は日本の部屋ですね、和室。じゃあ和室の漢字も勉強しましょう。和室は、和室。これはさっき勉強したこの部屋の、これは部屋ですね、部屋。部屋のここと、ここは同じですね。同じです。で、これは、ここは、この、家の、ここと同じですね。ここは、これ、これは、これですね。はい。だから、これは和室の室は、まあ、意味は、まあ、こういう意味ですね。部屋と部屋っていう意味ですね。はい、でこれは、まあ、なんていうか、まあ、日本のという意味ですね。はい、じゃあいいですか。
和は1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。これの漢字とよく似てますね、これね。これは私の漢字で。ここが無だったら、カタカナの無は私で、このカタカナのロだったらこれは和ですね。和、1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。でこれで和室です。和。和室ね。はい。いいですか？で、このね、和室の和、和は他にどんな言葉で使うかというと、このね、はい。平和の和も同じで、平和ね。平和はこう、ピース。平和は1234、この平和はこれ、ね、1234、これも平和ですね。はい、で今やったこれは、これは和室ですね。和室、日本の部屋です。和室です。今度はこれは何だと思いますか？これは室ですね。室、まあ、室だから、まあ、意味はこうですけど、この漢字は皆さん覚えてますか？この漢字、この漢字は教えますね。教えます。てか教える部屋っていうことなんです。教える部屋、教える部屋は、あ、これは教室、ね、教室、あ、これは教室ですね。じゃ今日の漢字は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、これは、これは子供の漢字ですね。子供、子供の漢字と、まあ、同じですね。はい、まあ、子供に教えますね。子供に教えます。はい、いいですか？はい、じゃあこれを消します。はい、じゃああとは、はい、じゃあね、さっきこれは皆さん覚えてます？これこれ今勉強しましたけど、これは書斎で仕事をしますね。仕事をします。はい、で、このね、ここは同じです。で、ここにこれは何ですか？これ、これは食べるですね。これは、例えばこれは皆さん覚えてますか？これは食堂ですね。食堂。だからこれは食。で、ここはごとじゃなくて、この時は食事、ね。こっちはこの時はごとで、これは食事ね。食堂で食事をします、ね。食堂で食事をします。あともう2つぐらいちょっと漢字を勉強したいんですが、畳ね。畳の上で何をしますか？畳の上で、まあ、寝たり、しますね。で、寝たり、まあ、食事をしたり。まあ、あとは畳の上に直接座りますね。じゃあ座りますの漢字を勉強します。座りますは畳の上に座ります。座ります。こうして座りますね。座る。反対は何ですか？反対は立ちます。立ちます。はい、で、まあ、これは
ね、これはさっきやったお店とかのここと同じですね。だからこれは家の中ですね。家の中にこれは何ですか。これは人がいて、人がまあ2人いて、このここになんかこうあって、ここにこういうふうにこう座りますね。はい、でこれでまあ座りますですね。立ちますは、これは立ちます、これでこう立ちますですね。はい、いいですか。あ、じゃあ123は1234567、次が7891010じゃなくて8910123456789010。で、立つは12345ですね。これは座りますと立ちます。はい、はい、で、あとは、まあ、畳の上で何をしますか。畳の上で寝ますね。寝ますの漢字はちょっととても難しいですから、よく見てね。ちょっとですか。寝ますの漢字は、寝ます、寝る。ちょっとこれとても難しいですね。で、これはただここは家と同じだから、これはまあ家の中で寝ますね。で、これはなんかこういうふうにすると、これをこういうふうにすると、これはなんかベッドみたいな感じですね。ベッドで、まあ、これはカタカナの、まあ、ヨですね。カタカナのヨ、はい、まあ、そういうふうになってますね。はい、いいですか。1234567891011121213、寝る。まあ、これは本当に難しいですね。難しいですけど、まあ、よくノートにたくさん書いて覚えてください。はい、でね、じゃあ今度は教室の室だから、これは室ですね。だから寝る部屋ですね。寝る部屋です。寝る部屋は何ですか。寝る部屋はこれは寝室ですね。寝室。これは寝室です。はい、いいですか。はい、でも今日はちょっとたくさん難しい漢字を勉強したので、何回もノートに書いてよく覚えるようにしてください。はい、では練習をします。今勉強した漢字が出てきますから、その漢字の読み方を言ってください。
はい、練習問題です。アンダーラインのところの言葉を漢字で書いてください。はい、自習の課題です。漢字をたくさんノートに書いて覚えてください。それから和室についてと自分の家についての作文を漢字を使って書いてください。